あらあら。でもおばさん、どうしてここへ？ああ、昨日の夜ね、ほら、なんとか言って鼻のツーンととんがった女の人に頼まれてね。鼻のとんがった？ああ、ロッテマイヤーさんのこと？そうそう、そのロッテンさんにとにかくちょっと手伝ってくれって言われてね。まあ忙しいところだけど、お足もたくさんくれるってことだったしね。ドイツのお嬢さんの家はとってもお金持ちらしいね。それで、ロッテマイヤーさんはどこ行ったの？そう、何でも山へ行く準備があるとかってさっき出てったよ。そう、じゃあおばさん、ちょっとお願い。クララを車椅子に座らせてくれない？お嬢さんかい、いいと思う。ハイジ、ハイジ、誰とお話ししてるの？リンダおばさんよ。ハイジたち、もう来たかな？まあ、そう。じゃあ、ロッテマイヤーさんも行くことになったのね。じゃあ、私はご飯の支度をしてるからね。ええ、お願いします。あら、ペッター！おはよう、ペッター。おはよう。おはよう。早いのね、ペッター。うん、今日どうするのかなと思って。あの、とんがったおばさんは？山へ行く支度を村の人に頼みに行ったんだって。へえ、じゃ
行くんだね。ええ、もちろんよ。うん、じゃあ泉んとこで待ってるからね。ヨーゼフだわ。ヨーゼフ、おはよう。ヨーゼフ、迎えに来てくれたのね。クララ、これがヨーゼフよ。わあ、思ったよりずっと大きいわ。噛みつかない？大丈夫よ。そう、ヨーゼフ、ヨーゼフ、ハイジの言ってた通りね。おお、もう起きていたのか。あ、おはよう、おじいさん。おはようございます。あ、おはよう。ゆっくり眠れたかね、クララ。ええ、ぐっすり。そうか、それはよかった。ねえ、おじいさん、どうやってクララを山へ連れてってくれるの？そのことだ。おはようございます。ん？あ、おはよう。山へ行く方法ならご心配ございません。私が村の方たちを頼んでまいりました。村の人たち？ええ、もうすっかり準備はできております。あれに乗っていくのね、クララ。そうみたいね。さあ、こちらまで持ってきてくださいな。ええ。さあ、お嬢様、朝食にいたしましょう。お時間ですよ。行きましょう。うん。ベータ、今日は遅いじゃないか。来ないのがいるのかい？うん、あ、来た。ん？なんだありゃ。ちょっと頼まれてな。はあ。あ、ベータ！まあ、ヤニがいっぱい。ごめんね、遅くなっちゃって。いいんだ、一緒に行けるんだろう？待っていないで、そろそろ出発しなさい。ヤギが腹を空かせて泣いているぞ。うん。どうしたらいいんでしょう、こんな獣ものだらけのところで。いや、遅くなってすまん。それに乗るんですか？え？この馬がどうかしたかね。あんたに頼まれたんだが。いいえ。乗ります。乗せさせていただきます。
しいわ。本当に素敵。ハイジ、来てよかった。うん、もうすぐ私の家行こう。あ、ほら、あれあれよ、あれがアルムの家よ。素敵。あんな高いところに。ヤギがかわいそうだよ。ごめんなさいね、ペッタ。いいよ、そんなことより、さ、行こうよ。え、行くって？なんだ、上まで行くんじゃないのか？ねえ、ロッテマヤさん、ペッタと上まで行ってはダメ？とんでもございません。ここまで来るのにどんなに大変だったか。それに皆さんにもここまでというお約束でお願いしたんです。さ、本当にご苦労様。夕方また迎えに来てくださいな。うん、いいとも。じゃあ、おんじまたな。ああ、ご苦労さん。そうだったのか。ハイジがはっきりしないからいけないんだ。僕はてっきり上まで行くんだと思ってたぞ。だって、ベッタ、ごめんなさい。いや、いいんだ。チー、ユキ、行くぞ。時々厳しくしないとダメなの。お嬢様、かぐやお疲れになったでしょ。いいえ、ちっとも。さあ、クララ、慣れた椅子の方がいいだろう。そら。ありがとう、おじいさん。のね、山へ。まるで夢のよう。本当に青い空。雲が輝いてるわ。風が当たっていくわ。あ、もみの木の音ね。クラレ、行こう。およしなさい、アデルハイド。大丈夫。それ。もうやめなさい。この辺りなら心配ありません。好きなようにさせてやりなさい。しかし。素敵な泉ね。わあ、高い。今日は静かだけど、風が吹くと歌ったりお話ししたり、時には怒って吠えたりするのよ。そう、私も聞いてみたい。冬にはね、吹雪の終わらずした鹿やウサギや小鳥たちをこのもみの木が優しく守ってくれるわ。一体どれくらい生きているのかしら。さあ、おじいさんがこの山に来た時からもうこんなに大きかったんだって。頼もしいわね。どっしりしてて。もみの木さん、これがクララよ。こんにちは。なんということでしょう。平らなところなんて少し返しない。まかり間違ったらお嬢様が。
それにこの石ころ。もっ。そのうち慣れるだろうって。わあ、素敵な食堂。あそこで食事するのね。ああ、なんて素晴らしいんでしょう。もうすぐお昼にしよう。下から登ってきてお腹空いただろう。ええ、こんな素敵な食堂で食べるのならいくらでも食べられそう。そうかそうか。ああ、危ない。そっちは崖ですよ。大丈夫よ。止めなさい、アデルハイド。私よりロッテマイヤさんの方がよっぽど危ないわね。さあおいで、ご飯だよ。わあ、行きましょう。うん。おかわり。まあ、お嬢様、あんなに食の進まなかったお嬢様が。だって美味しいんですもの。今まで食べたどんなごちそうよりも美味しいわ。山の空気のせいだよ。山の空気が何でも美味しくしてくれるんだ。あら、とってまやさん全然飲んでないの？いえ、ヤギの父は私、ちょっと。まあ、本当に美味しいのよ。この地だって私もう二つ目よ。ねえ、ハイジ、ご飯が済んだらお家の中見せてね。うん。あれがチーズを作るお鍋よ。私も手伝うの。あら、あの上にハイジのベッドがあるのね。見てみたいわ。うん、行こう。おじいさんお願い。ああ、ここよ、ここよ。これが私のベッドよ。なんていい匂いなんでしょう。干し草の匂いね。気持ちいい。夜寝るときね、その窓から星を眺めながら眠るの。本当に綺麗よ。素敵ね。ああ、このままずっといたい。そしてここでハイジと星空を眺めたいわ。わあ、ねえ、ここで暮らそうよ。もう下へ降りないで。そうしたい。でもロッテマイヤさんは。クララ、本当にここにいたいのならロッテマイヤさんに自分でそう言ってごらん。お前のことならわしとハイジで十分やっていけるよ。ありがとうおじいさん。なんですって、こんなところにずっといるとおっしゃるんですか。ええ、そうよ。とんでもございません。こんな危険な山の上で、それに第一こんなところは人間の生活できるところではありません。あら、私とおじいさんはずっと住んでるわ。お嬢様は別です。そんなお体で。私帰らないわ。お嬢様。ロッテマイヤさん、そういう特別扱いが一番いけないんじゃありませんか。ハイジが暮らしていけるのならクララだって暮らせるでしょう。何をおっしゃるんですか。お嬢様にもし万一のことがあったら。お医者様はここで思い切って暮らしてみることがクララの足を治すことにつながるという結論を持ってお帰りになったはずです。そして今クララはその気になっているのです。その気持ちをどうして大事にしてやれないのですか。ロッテマイヤさん、お願い。私をここにいさせて。でも。私は一体どうすればいいのかしら。私がお嬢様のおために考えてきたことが全部ひっくり返ってしまった。ロッテマイヤさん。それに私、とてもこんなところでは暮らせませんわ。じゃあ、ロッテマイヤさんは下の家に住んでちょうだい。とんでもありません。私はお嬢様から目を離すことはできません。では毎日ここへ通ってこられたらどうですか。なんですって。あら、お嬢様、お迎えが参りました。さ、ダダをこねないで一緒に帰りましょう。いやよ、私はここに残るわ。もうどうしてもですか。ええ、仕方ございません。おじいさん、
アーデルハイド、お嬢様お願いします。うわー、よかったクララ。明日朝早く参ります。お食事はきちっと7時にとるように。明日からはお勉強もします。今日一日遊んだ分を取り返すのです。あ、それからお薬を忘れないように。では皆さんにはせっかくですが、私一人を送っていただきます。おやすみなさい、ロッテマイヤー。さようなら。じゃあな、また明日。あ、ベンタイの行こう。やってよ、ベータ。綺麗ね。ありがとう、ベータ。おかえりなさい、ちーちゃん。ゆきちゃん。違うよ、そっちがちーでこっちがゆきだよ。その夜、ハイジとクララは星草のベッドに並んでアルムの星空を眺めながら、二人の胸はこれからの生活を思っていっぱいに膨らんでいました。次の朝、クララはハイジよりも早く目を覚ましました。太陽は谷の底にも小屋の中にも金色の光を投げかけていました。クララはお花畑へ行きたい、小鳥たちの声ももっと聞きたいと思いました。ところがロッテンマイヤーさんはクララを山小屋から出してくれません。かわいそうに思ったハイジは、きっとお花畑へ連れて行ってあげようと内緒の計画を立てるのでした。次回は小さな計画、お楽しみにね。